Space Monkeys TV。なんすか。なんすか。あれ。今日ドキュメントル系で撮ってるんですけど。ドキュメントル系で撮ってるんですけど。ドキュメンタリー。そうです。ああ、今日その日か。そう今日です。あれだ。一日だ。一日だ。一日密着動画だ、それ。わかりました。じゃあ、やっていきましょうか、今日。まあ今、ちょっとね、横浜フィッシングショーに行くのに、いろいろと準備してました。ちょっといつもとノリの違うようなドキュメンタリータッチの動画を撮りたいというユートメンからの要望があって、まあ今日はその日だったってことで、やりましょうか、じゃあ。はい。まあいつも自分は仕事してまして、まあ本当一般企業の8時半からスタートして5時まで仕事して今帰ってきて今時間にして7時ですね、いろいろ準備して今準備が終わったんでこれから横浜のホテルの方へ向かうところっすね。照明大丈夫っすか？大丈夫っす。本当に、ね、一応経営者からね、ドキュメンタリーですね。ちょっとね、本当にあ、つけといたらいい、いつもの俺になった顔は。あー、やばい。ちょっとね、スタジオ見せてあげて、はい、さーっと。これがいつも私の撮ってる後ろですね。で、このルアーも見せてあげてください。こんな感じですね。で、僕ね、ここでいつも動画を撮ってます。準備も整ったということなので行きましょうかね、横浜へ今から。はい、じゃあ行きましょう。いつものノリじゃなくていいんだよね、普段で。はい、普段でお願いします。わかりました、行きますよ。よし、あ、そこも撮るんですね。そうなんですね。じゃ行きましょうかね。3400円か。じゃ行きますね。はい、じゃあ出発進行つってください。出発進行、行きまーす。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあお願いします。はい、着きましたね、横浜。着きましたね。ジャック君も来てくれましたよ、福岡からわざわざこのためにね。寒いよ。俺ね、ドキュメンタリータッチやってるからね、うん、あのスノーレラで、ああユートメンからの要望なんだよ、一日撮らせてくれって形で。今からね、フィッシングショーの前日だね。前日だね、前乗りで。前乗りで福岡から来たんだよ、ジャック君は。お疲れ様です。福島だ、間違えた。福岡違うわ。うん、ってな感じで見てください、皆さん。綺麗ですね。はいだね。なんか仕事とかそういうのじゃなくてさ、ガチで 100% 遊びできたいね、ね。本当に。うん、そんなのあって今着きました。ホテル向かいますか。行きますか。ラーメン食ってね。じゃあ行きましょう。ホテルまで歩いてるんですけど寒いっすね。横浜あったかいと思ったけど寒いっすね。ラーメンうまいよ。ラーメンうまい。時はこのメトロに乗るってことなのか、会場まで行くと行くってことは。ああ、電車で行くんだ。そうなんだね。そんな感じで今コンビニもしくはラーメン屋さんに寄ってからホテルに行って、あ、それ作戦会議だね。ホテルです。ホテルです。着きました。今生配信を終えましたね。うん、楽しかったね。楽しかったね。いや、初だね。そうだね。嬉しいね。どっから来たの、今日。今日福島。遠いね。遠い。森林、ありがとうございます。いい、ね。俺らも山梨から来ました。車でね。今ホテルに着きました。今生配信を終えてね。うん、まあ今ちょっとアーカイブ流れちゃってるけど。ね、まあいい、今時間で何時だ。11時10分ですね。まあ仕事をお互い終えて、今日休みだったな。今日休みだった。俺たちは仕事してて。です、うん、もうこれが一日ですよ、俺たち。この時間に、まあ、7時までになるべくね、動画を届けられるようにいつも編集して、仕事終わって、本当はね、出発する時間編集して、7時には動画上げて、で、次の仕込みみたいなのをやるんだけど、もう今日は本当に、ね、フィッシングショーがあって、生放送して、ですね、こんな毎日です。大体、まあ、これから、まあ、例えば1個動画を上げて、いつものね、毎日だとしたら、動画を上げて、うるせえな、ちょっと待って。動画を上げて、で、もう一個動画、明日のための動画を撮る。
例えばルアーレビューだったりとか、あとはゲーム実況だったりとか撮って、で大体12時ぐらいに動画撮り終えて1時2時ぐらいにアップロード、編集アップロードみたいな感じだね。それが毎日で、なんか12時前に終わったら生放送でゲーム実況とか生放送配信やろうかなっていうところで1、2時ぐらいにやって、でまた次の日朝7時半ぐらいに起きて朝から仕事の繰り返しで、休みの日は釣り行って、で5時6時に帰って動画編集で7時まで上げれるようにっていつも9時とか10時になっちゃうかなっていう毎日、うん、仕事がなければいろいろ動画に頑張れるんだけど、まだまだそうはいかない、まだまだ僕たちはね、まだまだ、うん、まだ皆さんの応援が必要です。皆さんの応援が必要なんです。お願いします。おはようございます。それを撮るんすか。今寝起きでちょっとカメラ回して、うん、ありがとうございます。マジか。ということで、今何時っすか。7時、会場向かいます。はい、オフ。あ、特定の感じですか。もう始まった。あ、めっちゃ逆光だ。あ、到着しました。到着しましたね。到着したね。2日目の朝ですね。テンション低めでお送りしたいと思います。特にないっすよ。ないっすか。はい、プレゼントちょうだい。以上っすか。以上っすか。じゃんじゃん。一回チャプター作ってすね、横浜国際フィッシングショーを後にしています。今から、まあ今時間にして、まあ、6時ぐらいですかね。5時半過ぎぐらい、ね、今から車に乗っていつものスタジオまで帰ります。そこから編集っすね。さあ行きましょうか。帰りましょうか。ここから1時間半かけて途中ラーメン食います、飯食いますだね。まあちょっとテンションちょっと使いすぎちゃって、ちょっと疲れちゃって、うん、そんな感じで。でも楽しかったよ。楽しかったっすね、うん、いろんな取材もできたし、いろんなまたねコレクションもできたしって感じ。リスナーさんにも会えたしね、たくさんの。さあそんな感じで戻りましょうか。山梨戻ります。はい、今、スタジオの方に戻ってきまして、ちょっとユートメンがもう横浜国際フィッシングショーから帰る途中にかなり眠気を訴えていましたので、カメラマンをやめて、家に帰りました。で自分は今から編集ですね。今時間にして、ちょうど10時ぐらいですかね。横浜を出たのは7時半ぐらいで、まあいろいろパーキングで食事をして、なんやかんややってて今10時になりました。今から、PC を使っての編集作業で動画のアップロードという形になりますね。さあ編集頑張りましょう。はい、今、YouTube へのアップロードが終わりました。編集も2つ終えて、まあ、今日の分の動画を上げました。時間にして夜、今夜中の2時15分ですね。だいたいこの時間、まあ今日はちょっと結構遅くなっちゃったんですけど、まあ横浜の方にねフィッシングショーもあったんで遅くなったんですけど、普段だったら11時までにはどうにか上げて、まあ今の夜中の2時までは自分の自由な時間っていう形にしますね。これ平日でしたら、また朝8時50分8時半からか仕事してになるんですけど、明日休みなので車の保険関係の契約に行って動画を上げて、また動画を撮影してって形になりますね。そろそろちょっと今ようやく一息ついて一杯ビール飲んでるんで、これ飲んで休もうかなってところですかね。明日の朝からまたプライベート的な動画を自分で簡単に撮っていきたいと思います。おやすみなさい。はい、これ釣り具ですね。これ持って釣り出かけましょう。今時間にしてちょうど1時間ぐらい準備したんで7時半、まあ川口湖に着いて8時ってところですか。8時半ってところかな。さあ1時間だけですけど行きましょう。やった、バスいきなり2匹いる。今ねちょっとこの下2匹バス入ってます。あ、ちょっ
と行きますよ。すげえ行くよ。慎重に行くからね。2匹いた。しかも1匹でけえ。これちょっと取れるかどうかわかんないですけど、早速アユイバ。このちょうどここら辺にいる。これはね、むずいっすよ。1匹いるなあ、そこに。わあ、すげえ警戒心。今ね、ちょうどねここら辺にいたんですよ。で、今アイウェイバー入れたけどすぐいなくなっちゃったね。ちょうどね、この川のところのこっちに向かって向いてたんですよ。で、今僕はこれにルアーを入れたらくるっとターンしてそのままスッて抜けていっちゃったね。むずいんだよなここのバス。すげえむずい。で、ちなみにここら辺にいるのは濃いっすね。ここら辺にいるのは濃いっす。1匹入ってたな。この高さとこの距離からもうバス警戒しておらんくなっちゃいましたね。ピックアップします。今日1時間しかちょっとできませんでした。もう時間の都合上今からまた東京行かなきゃいけないんですけど、まあ今朝一8時半から入って様子を見た感じ、魚結構シャローに入ってるってことを確認できたんで、まあ通い続けて、春バス頑張っていきたいと思います。いやー、最近全然釣れてなくて申し訳ないです。頑張りたいと思います。魚は見えたから収穫です。マギル君、はい、お疲れさんです。お疲れ様です。スペースモンキーズ TV の1日ということで、はい、1日目はフィッシングショーのイベントを撮ってきたんですけど、2日目は釣り行ってからの、はい、ズーヒル、ズーヒル、うん、ズーヒル行ってで、まあイベント参加と。そう、一応今日午前中俺釣り行ってきたからね。で、1時間しかなかったけど、はい、本当リアルに、ね、1時間しかないってことをみんなに分かってほしくて。そうですね、この時間がないっていうところ。で、まあ実際はいいんだけどね。俺たちがちょっと下手くそなんですよ。で、行きましょう、ズーヒル。はい、行きましょう。六本木ズーヒルズ、六本木ズーヒル、ズーヒルズ。俺たちも早くズーヒルズになろうね。ここです。今日ウームオフィスでちょっといろいろなイベントがあって招待されてますんで行ってきたいと思います。新メンバーのタケル君にもね、はい、ウームを紹介しないと。はい、行きましょう。タケル君、はい、ウームでーす。行きました。どうぞ。初ウームですね。はい、初ウームです。どうぞ入ってください。はい、いいですか。エレベーターのところ右に。はい、ここはいつもねえ、憧れてたウームじゃないですか。そうですね。ねえ、ちょっと今後お願いしますよ。はい、お願いします。ねえ、100万オーバークリエイターになりましょうね。はい、頑張りましょう。でね、気づいたんですよ、湯落ちてるんですよ、1個。そうそう、拾ってください、早く。ねえ、セカンドアニバーサリー、アニバーサリーの今日はね、ネットワークのね、今日イベントなんですけど、湯が落ちたんで掲げてください。ありがとうございます。これ多分ね、世界でね、2番目にね、湯つけた人だよ。多分。あ、ごめん、これね、ごめん、間違えた、ユーちゃんです、N だぞ。今教えてくれました。ウームのスタッフさんが優しく教えてくれました。それユーじゃねえぞ、N だぞって、俺の言い事でお願いしますよ。はい、こんな感じでね、ユーフェスの、これはウームネットワークの2年パーティーなんですけど、このような感じでね、さまざまなね、YouTuber がね、動画を撮られています。いろんなことやってますね。そういうことですよ、たけるくん。はい、すごいですね。どうですか、やっぱ見たことある人たちが多いですね。本当で、本当に、あ、そうだね。そうですね、僕の動画に結構出てる人たちだもんね。そうですね。いや、そういうことなんですよ、たける先生。いやー、ちょっとなんか貴重な体験をさせてもらってますね。スレモンのと一緒にコラボをしたり、一緒に育っていったチャンネルたちですよ。そうですよね。たける君、頑張って、はい、頑張りましょう。俺は我々も、はい、我々も頑張りましょう。はい、そんな感じで見てください。豪華な。あそこに瀬戸さんですよ。ですね、あの一緒にさせていただいていて、2016年にこう、スペースモンキーズ TV のサルと申します。結構に今一人でずっとカメラを抱えながら、自然を相手に飛び回ってる系 YouTuber なんですけど、最近やっぱ一人に限界を感じておりまして、何か新メンバーを
加えさせていただいて、今カメラ持ってる武井くんっていうんですけど、まだ人数を増やしてこれからもなんか、まあ、主に釣りをやってるんですけど、頑張っていこうかなと思っています。動画優に900超えるんですけど、ようやくあのトップクリエイターという形で迎えていただくことができて本当に嬉しく思ってます。これからもよろしくお願いします。はい、今自分の家に帰ってきましたね。まあ、いつもここで撮影している場所ですね。1日目の横浜フィッシングショーの日はあんな感じで1日イベントで、過ごさせていただいて、まあ、空いてる時間と移動時間で編集をする感じですね。まあ実調がある時っていうのは大体こう休みになるんですよ、仕事僕をやってまして。まあその時は本当に休みの日は何かしらこうイベントとか催しね、なんていうんですかね、どっかへ出かけてしまうことがあるんで、その1時間でも空きが出たら、ああいう形で川口湖に行って、チャンスがあるものならば、バスを見せられる動画になると。まあ今回は本当に1時間空いた時間に行ってすぐに、自宅の方に戻って、そこからまた六本木で、六本木でいろいろイベントを終えて、で今に至ると、今時間にしてもう12時ですかね、夜のってな感じですね。まあ夜勤の前に、あるいろいろなこうタイアップの動画を撮ったり、空いてる時間に釣りに行って朝1からですね、でまた6時半ぐらいから夜間勤務、9時まで不眠不休で朝働いて、でそこからまた釣りに行くっていう形ですね。まあ最近そういったことが多くて、ほんと釣りにね、こうバス釣りに長い時間できない。まあ今この時期だからね、釣りにくいっていうのもあるんですけど、本当に去年の10月あたりからね、そんな忙しい日々が続いてて、本当に釣りにまだ集中できず、まあいろんなこう試行錯誤しながら動画をやってました。でですね、2017年を迎えてから、4月あたりから、少しね仕事の調整をつけて、動画の方に集中できる時間を多く取りますので、まあバスに関しても UFO キャッチャーにしても、スポーツにしてもバラエティーにしても料理にしてもいろんなことを、ね、こう やりましたが、もっとね色濃い動画をお届けできるかと思います。そんな感じで、私のだいたいまあ1日2日に分けてのスケジュールを追った動画というものをちょっと作ってみました。こんな感じで私たちの動画は作られています。以上、スペースモンキーズ TV のまあ1日を追った動画でした。バイ。